はい、モーリーさんヒット。おー、左、右に行ってる、右に行ってる。あ、やばいやばいやばい。おざーす。おざーす。今ね、はい、遠征向かってるんですけど、はい、なんせギリギリだったんですよ。で、急遽今やっと手続き全部終わらして、はい、滑り込みで入ります。さあ、今回は奄美行ってから宝島。お、見て、牛が積まれていく。うん、徳之島とか行くのかな。頑張れよ、牛。牛、あいつらも遠征か。ねえ、車積んでいきます。はい。着いた。着きそうみたいな。ほら、もう光が見えてきた。長かった。イオンあるぜ、イオン。見た？お、ジャスポット。めっちゃでかいイオンあった。やった。はい、今ね、ちょっと我々とある二方を迎えに来ました。はい。その昨日ね、着いてあれこれ情報収集して、はい、で、なんとか釣り場が決まって、今日はちょっとそれの餌の買い出しとか言ってたんで、はい、もうこの時間になったんですけど、向かいますか。ちょっと降りますか。多分いると思うんだよね。ようこそ。お疲れ。ようこそ奄美へ。長いね、ここめっちゃ長いよね。約12時間ぐらいだよ。じゃあ、お腹空いてないですか。なんか食べに行くか。おすすめの店探しちゃおきました。あ、激安ポイント押さえてる。うん、あ、オッケはい、今ドローン飛ばしてて、はい、ちょっと浮いてるのを見つけたんすよ。はい、それがこちら、くぶしみ。くぶしみ、ちょっと弱ってる、弱ってるくぶしみ。餌になるね、あれは。餌にしましょうと。こうやって、身のカサゴもいる。くぶしみ取るよ。そしてイカを、はい、安心して入ってこい。あ、イエーイ、ゲット。あ、色変わった。色変わったね。さっきもっと黒かったんだよね。ねえ、意外といいサイズ。結構いい方。あ、入った。あ、すごい入った。おおおおやばい、今回の遠征やば。水切りしただけで折れる、こんな。これなんか餌とかに使えるんじゃん。ねえ。あ、もう柔らかい。ちょっと、これは餌として残しときますか。取って餌にしようと思ったんですけど、はい、考えたら俺なんかイカ死ぬほど持ってきて10キロぐらい、うんうん、イカはいらんなと思っておじちゃんが見に来たからおじちゃんにあげました。おじちゃん喜んでました。今日1日座って何にも釣れんかったって。びっくりすることに、うん、俺とパンチ準備したんだよね、2人で、うんうんうん、2人で準備したのに見事にリール忘れました。いや2人でね、めっちゃ確認しながら詰め込みしたのに ね、あれあるよな、あるよなって自信満々できて忘れるっていう。そうそう。でもまあパンチも自分で持ってきてたり、俺も自分で持ってきてるのあるし、おっきいリールはね別で入れてたから、まあ明日の釣りはなんとかなるかなって感じです。なんとか。で、まあ本島から送ってもらってるんで、まあ明後日ぐらいからが本気かな。ね。ね、ただ明後日から天気が。まあ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 。大丈夫でしょ。でもそれがまあ言い方良くないけど、それもあってのね、うん、我々の遠征ですからね。そうですよ、もうハプニングバッチコイですよ。これ仕組んでるんじゃないかぐらい毎回忘れ物するよね。誰か抜いてんか、ネタ作りで。はい、あの疑うのは良くないからもう。詮索が始まる。先生も。じゃちょっと、はい、また準備していこう。買い出しとか。はい。はい、あ、編集者さん、すいません、ちょっとカメラ忘れてきてしまったので宿の方に、ちょっと予備の方で撮りました。
新しいオープニングしたから、あれさ、卒業アルバムのハイサーイハイサーイ、めっちゃ上こうですね、すごいところ来てるんですね、こちゃん、はい、我々は。はい、どこですか。今、磯に来てるんですけど、はい、ここね、ただの磯ではなくて奄美の磯なんですけど、はい、その奄美大島でも超特別な、年に数回しか入れないスーパー磯なんですよ。おー、はい、でここ、ちなみにどんな魚がかかってるかっていうと、まず、はい、ハージン、ハーナー、クロー、ミンギャミンギャ。ミンギャミンギャ何ミンギャミンギャって。じゃあなんか奄美の方言で赤ってハーっていうらしいの、うん、だから赤ナーとか赤人ってハーナーとかハージンっていうらしいわけさ、うん、でも方言で九州は特にグレのこと黒って言ったり、うん、カツオをブスって言ったり、宮古と似てるね。宮古と似てるんすよ。いや、赤人とか赤ナーとかカツオが釣れる、そうそう、やべえぞってことっすね。なんなら今の時期でもガーラとか狙えるらしいっす、はい、やばこう本当にね、今日入れたの奇跡なんだよね。ねらしいっす。でも今日も午後から荒れるから午前中までだよって、うん、やっぱそれぐらい入るの難しいぞって、うん、天候によってその入れる日がマジで限られてるらしくて、はい、超希少な場所に今降り立ってるんで、早速大物を狙って、はい、じゃあスーパーレアの磯でやってみます。行きます、はい、渡ってきて真っ暗だったのでオープニング撮る前に、はい、一本は投げてます。はい、さっきからもミンギャミンギャされてからも。ミンギャミンギャって何か。ミンギャミンギャって、ミンギャミンギャ、サワヤサワヤってこと。イチャ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 ってこと。奄美の方言で、うん、ミンギャミンギャっていうらしいです。イチャ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 か。ちょっと仕掛けも作って、はい、やっていきますか。じゃあやりましょう。はい、はいはい、頑張りましょう。こうちゃん、こうちゃん吹かせで本気出すんでしょ今日。何のフリっすか。いつも本気なんですけど。今日本気出すんでしょ。毎日本気なんですけど僕は。いつも本気なの。手抜いたことないっすよ、人生で一度たりとも。そうなの。確かにって誰も言ってくれなかった。結構磯で寝てたなと思って、最近。いや寝ますよ磯では。それも楽しみの一つですから。スーパー磯ですね、こういう感じになってますね。今僕てっぺんにいるんですけど、こう下にバーっていって、でここにはパンチがいて、で打ち込みも投げれるっていう感じですね。こちら塩はどんな感じ。最悪だけど最高っすね。最悪だけど最高。うねりが入ってて、もうあっちこっちからぶつかって塩が、うん、分かるっすか。もうあっちこっちもやもやしいの。あ、もやもやしいのあるね。難しい、こういう時って。そうなんだ。でもバシッてはまればめっちゃ魚食ってくる、うん、こういうとこ大体塩がぶつかってから入っていくとこがあるんですよ、はい、そこ探すまでがあれっすね、大変。あ、まあ、そこさえ見つければこっちのもんですけど。そう、やっぱ巻き絵もこういうふうに投げながら、じゃあちょっと落ち方とか見てやってるんだ。そうですね、負けが入っていく入っていかない場所があるんで、やっぱり。で、あと魚いるかなと思って、うん、で今回使うのはやっぱこれっすね、はい、我々といえば。あ、マルキューさんの V9 V9 これっすよ、はい、なんといってもベースはこれ、ニンニクとオキアミ最強でしょ、この組み合わせ。組み合わせ最高。ニンニクは甘いもの以外は何でも合うってやつ。合わないんだ、一応甘いものは。甘いものに合わなかった。マジでこれいいって、就業力も安定してるし、うん、ここどういう釣り場所なんだろうみたいなとこは、もうこれが一番おすすめですね。どこでも馴染んでくれるんで、まあ、これの効果は今日、はい、バッチッと見せちゃいます。はい、OK です。さあ、モーリーは塩に乗せてイワシを流していきますね。どんな流れは。ゆるいね、まだ。あ、ゆるい。そんなに速くない。ゆっくりゆっくりなんですか。ゆっくりゆっくり。さあ、今回餌のイワシがですね、こちらですね。でかくね、これ。でかっ。いつも本島で使うスルルが多分大体人差し指ぐらい。スルルってこのぐらいだよね、本当にこのぐらい。でかいな。いや、楽しみだな。楽しみだね。はい、ここでモーリーね、回収したらこんな感じ。皆さんゾンビ食いされてる。あたりなかったけど何かいるね、これは。これゾンビ食いする何かいますな、これ。カワハギじゃないか。ちっちゃいのがいるね、カワハギ、うん、はい。そして今パンチがドローンとかしてますね。パンチ、上空から見てどうだ、こっちは。釣れそう。釣れそう。ちょっとかっこいい撮り方、最近研究してて。うん。
なんか今通り過ぎてないでしょ。カメラで見えんかったけど、あれかちょっとトップガン意識か。トップガンってなんすか。あ、わからんか、映画なんか低いところ飛ばしながら上げるんすよ。そしたらちょっとかっこよく見えるっていう。遠隔タウて、たぶん朝早いと起きてない。来た。うん。コウノモのヒット。コウノモのヒット。あ、やばい、魚来た。なんだ、でかいんだこれ。赤レーだ、赤レー。すげえ。いいサイズ。赤レー。うわ。きたー。赤レーですね。赤レー。沖釣りで釣れる魚ではね、これ。うん。一旦狩り逃がします。オッケー。ありがとうね、赤レー。楽しい。もうちょいやってみます。はい、はい、ここでね、パンチ。パンチはね、竿がね、大物用なんですよね。はい。はい、じゃこれで、はい、いいっすか。やっていきますか。はい。タウテー。あー、いいね。結構飛んだな。結構飛んだ。タージンとミンギャミンギャしたい。はい、ということですね。はい。打ち込み。餌はね。イワシ。イワシ。結構大きいよね。でかいっすね。もう今から投げたいんですけど。はい。ハイサイといえば打ち込みはタウテーじゃないですか、投げるとき。はい、やっぱ宮古の人が言わないと始まらないのかなと思って、はい、だからちょっと遠隔タウテーで、はい、宮古の翔太先生に連絡して、はい、タウテーを言ってもらえますか。ただ今朝じゃないですか。朝7時半ぐらい。今 100% 寝てると思います。翔太君、あ、今日こうちゃんでかいのかけた。でけ、でかくはないと思うけど。さあ、釣れた。赤レイ二連ちゃん。クイズ、そしてパンチのも当たり。当たりなのかい。いや、置いとこ。タウテイの殺意が強いんだ。タウテイの殺意、タウテイの殺意。寝てるに一票。わからんよ。やばい、取らん。チャーナラシーするけど取らん。多分寝て。早すぎるか、これ。早すぎる。いや、この朝はちょっとゆっくりなんだな。そうなんすよ。いや、もうこれはもう飛んでいくか。はい、せーの、タウテ。OK、これで回したいと思います。はいはい、ここでこうちゃんがね、なんか餌が3つついてるぞ、これなんだ。これは胴付き。胴付きか。3363は、はい、生き餌で夢見てほしいから。生き餌、釣ってくれるのかい。餌釣る。あ、マジか。こっちは遊びじゃねえってとこ見せてやる。あ、海の磯に。いいね。さあ、行け。さあ、交代ヒット。当たりだよ、当たり、当たり、当たり。さあ、胴付き、何か。いいサイズ、いいサイズ。さあ、当たり、なんだ、これは。行こう、行こう。よっしゃー。はい、行こう。やばい、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 怖い、怖い、怖い。行こう、来た。これいいんじゃない。これ餌いいっすね。これ早速餌にしましょうね。やべ、怖っ。さあ、さあ、さあ、とう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 釣れましたね。生き餌をバトンと釣ってきた。怖くね。背掛けチャンス、怖っ。背びれ毒なんですよ。神経毒で刺さるとめっちゃ手がしびれるんですよ。ヒリヒリする。ジンジンするよ、これ。ジンジンする。怖っ。いいな。怖い、怖い。ありがとう。刺さらん。
OK。 さあ、元気のうちに、元気のうちに行きます。さあ、朝日に向かってカウテー、カウテー、行った、行けよモンスター、来てくれモンスター。さあ、着いた、楽しみだね、これ当たったら。これしたらバカも取ってるか。手返しなんですけど、はい、翔太先生から電話来たんですよ、また。おぉ、あの、とうとう起きたのかなっていう。あ、翔太先生、おはようございます。はいよ、はいよ、はいよ、おはようございます。あの、いつものお願いしていいですか。今パンチが、今どこにいるか。今、奄美にいます。3、2、1、カウテー、カウテー。あー、バッチリ、オッケー、オッケー。翔太先生、頑張って振ってね。わかりました。あの、寝てました、さっき寝てた。あ、ごめんなさいね、あったから。あ、パンチも多分翔太先生7時半とか絶対起きてないよっつって。あ、マジかって言って。オッケー、じゃあありがとうございます、すいません。あ、タウテ効果出たんじゃね、なんか当たりがある ねこのパンチの。さあ、パンチの総席入るんじゃない、これ入るんじゃ、おお、どうだどうだどうだ。さあ、入るのか。ここまで来たら入ってほしいよね、パンチ、お、来るか、どうだ、乗るか乗るか。さあ、どうだ。さあ、パンチ、なんか重くね、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 来てないか、これヒットか、ヒットパンチ、ヒット、なんかウツボっぽい。さあ、何なのか、神堤防に現れる大物、何なのか。何も引かん、見えてきたぞ、これは。何だ何だ、でかいでかい。あ、ごめん、あ、ウツボ結構でかいんじゃないか。でかい、よし、上がった、記念すべき奄美1匹目、でけー、何ウツボなのかな。じゃあこれは餌にしますか。そうだね、はい、これが釣れたウツボです。おっきいね、迫力あるね。はい、はい、こうちゃんヒット、え、いくわ、ノー、何、イエス、ズミズミ、ナイス。この1匹まで遠かった、やっと会えた、深瀬魚。こいつもプールに行かしとく。はい、マジムズ。はい、モーリーさんヒット、いいじゃない、ビッシュ、なんかでかそうじゃん、いいサイズ、そうじゃん、曲がってる、パワーあるね、この竿。おー、左、右に行ってる、右に行ってる、引っ張った方がよ。何？あ、やばいやばいやばい。お、あー、のじのじ、せーの、でっか、おー、ナイス、でかい、はい、いいのじ、いいサイズ、45ぐらいあるんじゃないですか、これ老化用の魚だ。ずっと見えてたやつ、ナイス、3の字、ナイス、これ夜の餌、夜の餌、うん、いや、いいサイズ、おめでとう、すごい、ありがとうございます。はい、こうちゃんヒット、なんだなんだなんだ、お、か、か、うん、かすみ、おー、かいわりだ、かいわり、星の方、何よ、何よ、かいわりだ、こうちゃん、そいつ欲しい、あ、いる、うん、はい、さんさん、むくさん、ゆめ、はい、まず泳がせたいと思います、はい、じゃあ、投げるぜ、はい、じゃあ、カウテ、いってらっしゃい、お、泳いでる、いいね、ちょっとね、さっき、あの、英語を餌にしたんですけど、はい、ダメだったんで、はい、この、色鮮やかなね、
ガールでやったら、はい、目立つんで、はい、食うのかなって感じですね。場所も変えました。キラキラしてますしね、はい、じゃあ待ちましょう。こうちゃんまたしてもヒット。さあなんだこれは。行きたいかより行きたいかよ。あ最後に休み来た。30番でもいいよ。ブルくんかおじさん釣りたいんだよね。はい、こうちゃんが今釣ってくれました。これをパンチがなんと餌にしましょうね。これ伸ばした。お前の熱いタウテ奏でてみ。奏でていいの、うん、タウテあれや一発成功。いいね、グッ、いいところに飛んだ。あとはね待つだけ。一本行こう、一本いっぱいポン。絶対取るぞ、執念の一本。ここで終わらん。ワイドワイド。さあ、ここじゃまたヒット。さあ、なんだなんだなんだ、何本かいるはず。ハージン来た。おお、めちゃめちゃめちゃ曲がってるわ。ここはじゃやっぱりハーレー、ハーレー来た。これマジ多い。はい、ここでですね、海の中どうなってるのコーナーですね。さあ、V9 巻いてちょっと海の中見てみますか。グル君がいっぱいいる。見たい。おい、グレグレ5分9秒にグレ。お腹グレ。いいサイズ。いや、ちっちゃいね。ちっちゃいんだ。でも餌めっちゃ拾ってるよ。もうすぐそこ手前。グル君も手前にいっぱいいる。これは紛れもなくグレです。はい、こうちゃん釣りました。ゴンベ、ゴンベ。これね、正面から見たらね、可愛いんすよね。ザ・ゴンベっていう顔だよ。ハイサイの事務所で買いたいよね。ねえ、じゃあこれはもう逃がしましょう。別にリリースで。はい、じゃあ引き続きこうちゃんのグレに期待しましょう。任せて。現場からは以上です。これがハイサイの2023年春アングルです。あ、ローアングラー、ローアングラー、面白い。パンチです。際にいるやつらで。かけた。何も言わないでヒットしよったんだ。何も言わないで。何にも言えなかった。いいとかじゃあさ、じゃあ餌にします。サンちゃん、サンちゃんじゃない、トカちゃん。これ偽カナハギだよね。わからないです。トカちゃん、私駐車さん、この前で無言でトカちゃん釣りました。すいません、次から喋ります。お、出た。グルくん、グルくん、グルくん。思った。あ、危ない。はい、こうちゃんが使う。グルくん、でかい。30センチぐらい。はい、こいつを泳がせます。こうちゃんヒット。マジで一文字ブダイ。
可愛い。青いのがあれだよね。一っていう漢字に見えるから一文字ぐらいだ。あ、そんな由来だったの？多分。可愛い、ピンク。アイドルみたい。はい、ラスト5分です。あと残り1頭か2頭。お腹釣ったらかっこいいな、これで。うわ、外れた。勝った。さてさてさて。やってー。おお、いいんじゃない、これ。これいいんじゃない。うわー。うわー、カンブリベラお前黒いからちょっと期待したし、こいついいわ、ガッツある引きに。30超えてるね。マッキーさんパンパンさ、お腹。うぅ、カンブリベラ、カンブリベラ、この緑の一本線がいいっすよね。うん、はい、前線がどんどん近づいてきてますね。やがて降りますよっていう感じということで、もう片付け進んでます。はい、あ、また来たいな、ね、リベンジしに来たい。え、じゃあ主戦場来たんで乗せ込みます。はい、はい、回収終了っすね。お疲れさーんでした。お疲れ様でした。あとは港に戻って今後について方針について考える。方針について話し合いましょう。はい。お疲れ様でした。いやーすごかった ね、 ね、うん。時間は短いけど、なんか魚種はめっちゃいっぱいいたね。ね。なんか自信出てきた。うん、いい魚もちょくちょく見えてはいたよね。沖縄のいい磯って感じだった。ね、うん。魚も沖縄っぽいし。一日やってみたいね。うん、確かに。2晩、夜来てみたい、ちょっと。あ、うん、今回釣った、まあ、魚いるじゃないですか、はい。まあ、ちょっとあの夜の餌分で取ってるので、はい、現地のこの餌を使って、はい、ちょっと夜はまたちょっとまた違う釣りをやってみますか。はい、はいはい、まあ、ウォーミングアップでしょ、とりあえずは、うん、はい、そうだね。ここからガンガン行きますんで、はい、ここからまだおるしね、奄美の旅はまだまだ続くからね。はい、はいはい、ということで、今回はめちゃくちゃレアな堤防に入ってみたでした。急いでした。あ、そうだ、ごめんごめん、すごい。こちらか。はい、いやいやそのままやってよ。いやいやいや、ここまで来て、はい、はい、ということで今回はめちゃくちゃレアな磯に渡って釣りをしてみたでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。夜もあるよ。夜はこれから。